こんにちは。手で芸をするコミーです、まずはこれ昨日編んでいました。モチーフ編み地を完成させました。外側のねぷっくりっていう感じがなんかいまいち出てないんですけど、まあでも、あ、画像で見るとちょっとぷくって見えますかね。ここの中にこういう角度じゃ見えないね。こんな感じでグラスがはまるというイメージで作ったんですけど、まあ、なんかちょっとイメージと違ったなっていうちゃんちゃん的です。でも色とか夏っぽいので、これちょっと大きめだからティーポットとかでもいいのかもしれませんね。というわけでモチーフ編みひとまず気が済んで、また刺し子をちょっとやります。まだこれぐらいしかできてないので。今日は4月2日で新年度、新入社員とか初日ですよね。うちは長男が社会人になりました。今日が初出勤日で、それを機にというか一人暮らしを始めているので、出勤はしてると思いますけど、どんな一日になっているのかなとこう空想するお母さんです。まあね、初出勤の日っていうのは、まあ、入社式的なのか、もしくは最初はなんかこう手続きとかね、オリエンテーションとか、まあそんな感じなんだろうなぁなんて思っております。ね、春らしい陽気でまさにという感じですね。この間も画像で出してるんですけど、この刺し子の本写ってない。このね、刺し子の本を図書館で借りて中見たんですけどね、なんかあーこれもやりたい、あれもやりたいみたいな、まあいつものやりたいやりたいという感じになっています。なんかいろんな形があるんですね。こう終わりがない感じ、ずっと刺し子を楽しめる感じもあるなぁと思いました。色の組み合わせ、糸の組み合わせとか、こう布を白じゃないのにしてみるとか、まあ、いろんなバリエーションがあって個性も出るなと思います。
ね、昔から続いているというのはきっと、楽しんでる方がたくさんいるっていうことだと思うんですよね。はい。というわけで、今日は刺し子でした。明日は何をやってるのかな。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。